きいですよね。本当に、ま、全部やられてないのよ。そうだって昨日までです、博多の方で。そうよ、舞台をしてってまた博多行くってことですから。え、そうなの？そうなの？博多でずっと生きてきた。そうなの。で、次はアイドルとして。そうです、頑張ってアイドルとしてやっていくということなのでね、あと数日後に控えた福岡公演の、盛り上げていこうかなと今日は配信していきますので、はい、早速ですが今回のツアーのスケジュールの方をお知らせしたいなと思います。どちら？こちら、ルーさんかな。はい、紹介していきますね。8月の1日の日曜日昼夜2公演ジェップ福岡でチームケツがやります。次は11日の水曜日夜公演のみ、こっちは平日なのでね、夜公演のみ、ゼップ名古屋でチーム S。 21日土曜日は昼夜2公演ゼップ名古屋でチーム E がやるということで、あともう残りも1、2、3、3会場ね、半分それぞれ1公演ずつやってきたということなんですけども、会場開演時間は昼が、会場が12時45分、開演が13時30分、夜公演は会場が17時15分で開演が18時となります。今回の公演はですね、まあ、各チームごとなんですけど もうみんなでね、チーム全体で全員で参加するということで、前回出られなかったメンバーも次の公演は出られる、まあ、チームの方もねいると思いますのでね、まあ変更があれば公式から出るのでこちらの方をチェックしていただければいいなと思います。配信チケット情報ですが、6月29日よりライブ生配信のチケットも販売が開始されています。現在は東京、大阪、福岡で8月11日の名古屋公演の販売を行っております。配信プラットフォームはニコニコ生放送さんとなります。価格は SK48 非公式チャンネル会員様が2500ポイント、そちらは非会員様、だから一般の方ですね、一般は3500ポイントということで、こちらの配信のチケット買っていただいたら、本番があった1週間後までタイムシフト機能が使えますので、各公演1週間以内にまた見直したりしていただけたらいいなと思いますので、締め切り内にね、何度も何度も楽しんでいただければいいかなと思います。これはですね、毎公演ごとに、視聴券の購入が必要となります。各公演のネットチケットには事前にニコニコポイントを購入する必要があります。そして各公演のタイムシフト配信終了日の21時までお買い求めいただけますので、ギリギリまで悩んでいる方は9時までですけどもね、じっくり悩んで、まあ、悩まずね即決してください。で、残念ながらね、チケットを、購入して会場に来られなかったという方はね、今でもこれ本当遅くなるので、ぜひ配信の方でもみんな、配信見てる方って言って呼びかけたりとかね、画面の方でもきっと目があったりすると思いますので、ぜひ会場に来た方も違う目線で見れるかなと思いますので、こちらの方のチェックをよろしくお願いします。先日行われたチーム S の ZEP 大阪ベイサイド公演は絶賛タイムシフト期間中ということで、ぜひね、何回も見てください。視聴券についての詳細は公式サイト、またはニコニコ生放送さんのサイトでご確認ください。というわけで、ここまでがお知らせですね。はい。さあ、じゃあお知らせをしたところで、ここからは投資企画を行いたいと思います。はい。今回のツアーは久しぶりにチームで開催するということですが、まあ6年ぶりのツアーらしいんですよ。SK48 としてはこうチームで回ったりするのが、ね、もうなんか いろんなメンバーかき集めて SK48 として行くことはあったんですけどもね、こうやってチームごとっていうチーム単位っていうのは本当に久しぶりなので、それぞれのチームの良さが出る公演とかツアーになってるのかなと思うの で今回はチーム K2 が集まったから、そのチーム K2 の魅力をね皆さんに伝えていこうかなと思いますが、ルーさん的にはチーム K2 はどんな場所だと思いますか？他のチームと比べて、他のチームと比べて、比べてみて、なんかそれぞれできること、うん、なんて言ったらいいの、力がすごいあるなって、パワーがめっちゃみんなあるなって感じ。確かに、なんか誰見てもなんか強そうみたいな強そうなんかいい意味
人間が集まったチームみたいな確かに感じがすごいする。個性強いね、うん、ここだね。そう、この踊り方の癖も強い。そうなんだそうなんだ、あれじゃあ本当すごいんだから。卒業してった人もいるけどまだ全然からそう、アレンジそう、アレンジがあったねあったよいるからね。そう、でも一人じゃないからね。そうだよ、そう、人たちがいっぱいいるようなね、うん、本当そういったメンバーが集まったなチームかなと思いますけど、アレン的にはさ、この K2 はさ、うん、ここは絶対負けないでしょみたいな。負けない、ここが K2 のポイント。いや本当に、いや本当に話しやすい。なんか、うん、何でも言えちゃうよ。まあそうね、自由に生きてる。あんまりやるじゃない、こう先輩後輩っていうさ、うん、そう、上下関係が厳しすぎないから。そう、でもちゃんと教えてくれとか、教えなんか尊敬できる先輩が多いチームだからこそ、アリが言うと何でも思われるからこそ、特殊な人だから、そう、ちゃんとステージではしてるけど裏でおかしたら欲しい人がいるからそこが好きです。そう、そのね、いろいろ切り替えができるすごいところがね、あるよね、確かにね。そうよね、でなんか本当にこのグッズとかでも言ってるように、うん、そのチームキッズはなんか緩いねみたいな、そんな厳しくしないという、厳しくしないというか、なんかそんな決め決めのルールがあるわけじゃなくて、うん、本当に自由奔放で放牧って感じ、うん、な感じがするんだけど、うん、こういやライブ見てくださいよって本当に言う時はもうバッチバチだから。そうね、どこも緩いポイントなんてないの。ないないない、本当になんかそういうなんか切り替えはねちゃんとしてるのかなと思うし、うん、うん、アホの集まりかなとそういうのが好きな人の集まり。なんかさ、ゆるい、うちゆるいですって言ってるのには、うん、別に本当にガチでゆるかったら、それはもうゆるくしないっすよ、うん、誰もちゃんとやるべきことをしっかりやろうねって、うん、まあ昔からさ、うんうんね、やるときは絶対やろうねって、うん、あの、そうですね、裏でも表でも、うん、それをまあ絶対約束としてチーム K2 はこう決めたから、だからこう、まあ、ちょっとこう後輩たちが居心地がいい、うんうんね、チームにこちらもしていけたらいいなと思ったら、ちょっとゆるさをね、うん、他のチームよりかはそんななんかもう何しても大体大丈夫だよと言えてるけど確かにあれですよ、愛が他のチームに助けた他のチームにいたら違うと思う。またあの、なんて言ってる、 K2 だからこの水の愛が保ってられるなって思う。あ、本当に？そう、そういうのヤバヤバ水の愛他のチームだったらマジ追い出されてると思う。そろそろ追い出されてるよね。追い出されてるから、だけどこれを受け止めてくれる K2 だなって思う。K2 から追い出されるのもまあおかしいね。あと K2 のドラッグが入ってるんだよね。そうなんですけど、多分K2にいてこそのやりやすさがあるから、うん、これそう、まあ、K2 じゃないと多分人水の愛にはもう無理だと思う。なんでそうそうそう、自分はもうメンバーも困ると思う。どうしたらいいんだろうみたいな、こんなどう扱っていいか分かんないと思うんだよね。やっぱだって男性と水の愛っていう組み合わせが想像つかないの一緒。自分も思いますよ。 S でもちょっと困っちゃった。S だとだってもうだいぶ先輩になるから。そうだよ、あえて同期が無理だやってるんだから。そうですよ、うん、無理無理だから、やっぱ気づきに甘えがあるね。いや、優しいと思いますけどね。そうね、うん、そうだね、指名されたのにってね言われてるよ、みんなからも。そうだから、なんでルーさん、サマ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 ですよ。サマサマ、あんま思ってないんだよ、サマサマ。思ってるわ、だから K2 入ってからこんなになってるかもしれない。まだあれ逆にちょっとね、そう、自由にしすぎちゃった感はあるのよ。本当に申し訳ない。みんなごめんね、こんな感じ。本当、すごい。いや、まあ、いいで言ってたら、すごい。ね、俺、そうだね。まだ髪ショートカットだって、多分。こんな髪、自由自在に戻さないから、多分。そうですね。言わないもんね。ケツはね、可愛ければ OK なの、とりあえず。そうだよね。はい。自分の意思も大事にするからね。はい。うん、そういうことです。ケツって。どうなの？ツアーの感じ、うん、羽田やった時どんな感じだった？羽田やった時はセットリスト。うわ、あのね。うわ。あのね。じゃあ一回目が、うん、まあ一回目何？だから本当にまあリハでもしっかりやってきたつもりだったんですけど、うん、やっぱその本番のアドレナリンっていうのは本当に自分たちでも何年やってきても分かんないんですよ。うん、
か実際それ立ってみると相当きつかったっていうのは本当にある。いくら自分の体力に自信があったとしても、あのゆずきもあの叫んだえ、でも結構みんな叫ぶの、結構みんな叫ぶの、ステージ上の移動中とか安定してる、安定中とかだからそのね、だからもう声出すタイミングとかがあった時もそこもね、みんな叫んでたよね。叫んでた。そう、でも私的にやっぱ後輩の子たちって、うんうん、だからさ、まあ、主に今キーキーの子たちって初めてこういうのを K2 で学ぶから、多分その何で漢字がそのつかみきれてないのかなと思うから、もう一生懸命目合わせて、あ大丈夫って言われた感じでアイコンタクト取ったら、結構みんなもすごく楽しそうにやってたから、うん、私はもうそれでも満足かなと。よかったね。思った。基本きつかったよ。きつかった。きつかったね。クレームは届いてます。クレームはちゃんと届いてます。でもちゃんとそれ体験するから、もう本人が。確かに、うん、そうだよ。一回これでってやってみます。こんなね、そんなきついと思ってなかったのよ。だって曲の感じ見てよ。え、思った？最初ね、詩人とか入れてないじゃん。うんうん、無理、無理でしょ。止めるかって感じだよ。だから、ね、よく見なきゃ分かんない、これは。本当に。し、そうだよね。その、まあ、リハの 100% と本番は 300% くらい出しちゃうじゃん。うん、で自分48っていうちグループそうだから、まあ、それは確かにやってみなきゃ分からなかったし、でも今回初めてそのユニットもオープニングにバッてやっちゃうっていうことも、うん、まあ多分関係してるから、うん、休みがないからっていうのも、でもそんななんかブロックブロックでちょっとずつ水休憩したらいけるのかなと思ったら、まさかのなんか、あ、なんかお願いしましたもん、もう一個増やしてもらっていいですか。だからそうだよね、だから増えましたでも私的にはそれぐらいきつい方が楽しいと思う、うんうん、そのさ、もうなんて言ったらいいの、 SK ってド M だね、バカだな本当にやりきった、こんなにさ、きついって言ってるいやでも結局やりきったよでも終わった後に 1% も1ミリも余力を残したくないっていうからのがあるから、もうこれぐらいじゃないとなんか、なんていうの、うん、なんか楽しめなくなってきたから多分、うん、バカになってるでもすごい、あの多分これこういうさ、今回のそういうさ、うん、ユニット頭に持ってきてもその後全員でずっと出てるっていう形は、うんうんうん、逆に大きいコンサートでも、うん、なんていうんだろう、みんなは経験できないじゃん、うん、大きいコンサートってやっぱり休憩する場所がたくさんあるじゃん、うん、うちらは大人数のグループだから、だからチームのこういうツアーっていう企画があって、うん、こういうちょっとなんかね、距離の気になるセトリになって、うん、そういう余力残さずできるライブをこう各地でできるっていうのはもう今回の大事だから、ね、めちゃくちゃいいアピールだと思うけどね、きついって叫んでるのも楽しかった、うん、トータルで、かわいいね、それさえも、それも楽しんでる、それさえもかわいいよね、入りってなんだかんだ言うけど楽しいのよ。ゲッツってだってライブするのいっちゃん楽しくないって、うん、じゃいっちゃん楽しいの、楽しいと思うよ。そう、でゲッツってライブっていうのがあるんだから楽しいから、そうね、また公演とは違う良さが本当にあるからね。そう15人姉妹のさ、歌詞はどうなの。ああ、15人姉妹なんだっけ、これ歌詞でしょ、歌詞、あの、リニューアルしたじゃん、なんか、まあ、でもさ、これユニットがあって、そのユニット内の歌詞があったんだけど、今回もそのツアーバージョンでっていう風にこうみんなリニューアルして、そうなんです、そう、なんかでもそれぞれ3、4個ぐらいなんか、ね、うん、あったんだよね、候補がね。でも、ヨコピは1個しかなくて、あれで今日、ヨコピもやっとったよね、3つ送ったんだけど、マネージャーさんが消したなんか私と、私がまず1個送って、うん、で、それを見てルカが違うパターンを考えて、うん、で、まあなんか大体まず大きくは2個あった、2通り、あ、なるほど、で、そこをちょっと語呂悪いねっつってもうパターン考えたやつとか、うん、私とルカを組み合わせたやつとかを作って、それで3パターンで、エゴピもね、2個あったんだけど、多分もうやりとりがもうそうよね、バーってなりすぎてて、多分全員混乱して、多分バレーナさんが1個だけ送っちゃったんだろうね。ただ、ルカだけはもう1個。あ、ルカだけですか。どっちが来ないんですか、今。ルルが。うん、私。あ、そう。なんかもう、思いつかなくて。思いつかないから。いや、でも、自分にもさ、考えたらさ、すごいですよね。
なんか分かんないですよね。マジでないって言ったら最初しかも、うん、新メンバーだけ考えようとしたの。ああなるほどね。新メンバー、新メンバーが作ってない子たちね。そうで、だけどなんかそれを前作ってたのがさ、ゆきとかあやめろとかだったから、うん、そうです、そうです。その2人に相談してたら、でも新しくした方がいいないって一回なって、うんうんうん、じゃあちょっと全員新しくするかってなったんだけど、うん、ゆきがプロレスの試合で忙しすぎて助けられない、求められないってなって、夜中にやばいとみんながもうリハするってなったから、歌詞を作んなきゃいけないってなって、そうですよね、だってゲレンデみたいなのなかったもんね。そうそうそう、だからやばいと思って、じゃないと振りとか考えられないのかなとか思って、急いで考えたんだけども、意外とあのディスらない方向で今回は作ったはず。うんうん、そう、それぞれのアピールはできた、うん、最初ディスって作ったから。嘘、え、一番最初だよ。一番最初だ。あ、一番最初、一番最初ね。一番最初ディスって作りすぎて、2回目ゆきたちがあの柔らかめで撮られたから、柔らかめの今回は新しいバージョン。でも結構評判良かったくないですか、うん、みんな喜んでくれる気がするけどな、うん、よかった。新メンバーの子とかやっぱさ、私だけの情報、私とるかって多分一番情報疎いじゃん、うんうん、もうルカ頼れないじゃん、うん、だから知ってるかなと思うのかでしょ、ルカ知ってるよね。だからちょっと本当にし、あのここら辺もさ、いくらでもさ情報があるからさ、ゆずきが俺が壊してるやつだったから、そうね、うん、もしいつかこれを今後公演とかでやるときに、また映像を撮るってなった時に、うん、なんかもうそろそろ可愛いのにしてあげたいって思ってるとか、こういうのとかいろいろ、アイリーもやみついだったから、うん、今のラブリツイートそんな変わんないの、絶対ツイートなの、やんで、やんでないから、ラブリツイートやんでくらい、可愛いじゃん。そうだよね、あ、ほら、みんなよかったよって。でもね、今回ルンさんいるからさ、ね、みんなさ、ルンヌがいないときはみんなでルンヌの歌詞をしてもらう。ありがとう、ね、もう歌ってくんないの。うん、歌わない。誰が歌うの。誰だ、誰が歌ってくんないの。エナじゃない、エナちゃん。あ、一歳子が歌ってくんない。エナはしおり歌うと思うんですよ。ねえ、しおりのやつ鼻毛が出たんばって言ったら歌えなくなる。長女の時、しおりが次女なのもちょっと。え、そう、なんかそう、入れ替わり激しくてびっくりした。だから、私からの下がごっそり抜けたんよ、うん、そうね、私もともと30だから、そんなのも、うんうん、私としおりの間がめっちゃ抜けたんよ。え、長女でした、まあ、違うっすよね。違うよね、違うけど、うん、30、次女、順々に来てるから、別にだけど、私は、うん、ケツもほんと若返りが、うん、そうですね、あるのよ、ほんとに、うん、いいよ、平均年齢、若いらしいです。いいね、なるほど。20代が多い。あ、どういうこと？20代が多いんじゃないの？あ、そういうことね。10代が10代がまだいるから。あ、待って、ティーンズ少ないわ。そうだよ。あ、じゃあ人数かな。あ、それか上が上すぎるか。いや、絶対変わらないって。上が上すぎるって思うさ。あれだ、それ。みんなに考えていこうかなと思います。はい、そしてじゃあまず
1個目から行こうかな。例題で、じゃあ、ででん、南紫王と、この赤線部分が博多弁になっているんですけど、この意味はどういう意味かっていうのを2人には考えていただこうかなと思います。はいはい、例題なんでね、ちょっといけるんじゃないですか、これは。これ分かる？分かる。分かる？うん。お何してる？そうね。何してるの？そう、何してるのみたいな感じ。はい、正解はそういうことです。何してるの？よし、昨日までやっぱちょっと博多弁バリバリ喋ってたから。あ、そうね。あ、そうね。ちょっとごめんね。ハンデだ。私はパパ、博多の人は。パパ、博多の人パパ、そうか。大物か。パパ、出してきたね。みたいな感じでね、どんどんじゃあ、博多弁の答えをね、みんなに考えていこうかなと思います。じゃあ、2問目いきます。ででん。焦げな大きな魚釣れた。あ、焦げのめっちゃ効いたの。お、焦げな、わかる？焦げな、こんな、あ、だいたいそっちですよね。なるほど、あるわ、あるこんな、こんな、こんな。じゃあ焦げな大きな魚釣れた。待って待って、2択、もう一個言っていい？あ、いいよ。すごいんだよ。あ、すごい大きな、か、こんな大きい、うん、それではじゃあこの問題の答えはでん、こんな、うん、最初でよかった、こんな、いいね、わざわざ似たすぎて、そう、まんまですね、こんな、これ意外と分かったからね。じゃあ次ちょっと難しいかもしれない。いきますよ。お、これ知らねえ。スースースー、スースースーなんて誰かが使うんだけど、
お、4番目は家の壁にカビチョロがいる。カビチョロ、あ、待って、あれ、うち聞いたことある、これ本当？うん、あゆの、パパ言ってた？パパの、あの、あれにカビチョロいたの。パパいた？え、でもなんかこの単語を聞いたことある、カビチョロ。でもカビチョロチョロするやつかな。なんだなんだなんだ、そっかりそっかり、そっかり、カビチョロって言うじゃん。虫じゃないの、虫。虫なの？よくない、虫じゃない。でも家の壁にってことはさ、感じがするさ、ガとかそういうことじゃないの？そういうことか。じゃあ、何とは言わない。何の生き物だと思う？あ、生き物。とみんな、いいセンスいってる。生き物？生き物。でもまあ、家の壁って言ったらね、家の壁にいるやつなんて、壁か。そういうリストアップしてた中の、多分中に絶対いる。でもなんかリスっぽくないじゃん。リスじゃないですよ、これ。なんか壁ちょろって言ってる時点でちょっと下に見てんじゃん。ちょっと下に見てんじゃん。ちょっとね、まあ、確かに。人間 VS このまあ生き物だとして絶対に人間は優位に立ってる方だと思う。うん、間違いなく。ちょろちょろするやつ？ちょろちょろするやつ。ムカデ？カ？ヘビ？あ、まあそう、ヘビで。まあ、ちょろって言ったらなんかそれっぽいよね。あいつなんだっけ、あいつ。あいつ。あいつ。ヤドカリじゃなくて、ヤドカリ、カメムシじゃなくて、あいつ、あの、あいつ、あいつ、ヤモリ、ヤモリ、ヤモリ、お、お、ヤモリ、ヤモリ、ヤモリ、カメチョウって言うんだって、ああまだ全然か、そうヤモリらしい、ヤモリ、みんな言うんかな、ヤモリとか、爬虫類、そのまんまよって言われてる、そうね、そのまんまよ、うん。壁チョロ、うん、確かに山でチョロチョロしてるイメージ。確かに、でも何でもチョロチョロするくない？うん、確かに、なんかチョロチョロしてんなと思う。確かに。でもヤモリはお家に出たら幸せなことだと思う。幸せなものだよね。いい、いいことだよね。家守り食べてる。あ、そうだ、ゴキブリ食べてくるみたいなね。だからみんなヤモリお家に行ってもね、むやみにダメよ。そう、ダメよ。でもヤモリはちょっと潰す気にならないです。普通ね、そうだね、大きいしね、うん、そうね、みんなダメよ、ダメだよ、ダメだよ。はい、ということで、じゃあ第5問いきますね。これだったかな、よかろう、よかは、うん、いい、そうだよね、よかって使うよね。よかろうなんて意味わかんなきゃ、なんて言ったらいいんだろう。なんかよ、いいよっていう感じじゃない？なんかいい、うんうん、よかよ、よかろうも、いいよ、もちろん、違う。あー、あー、近い。近い。でも、ヨカがいいっていうのが合ってるから。うん、いい。ローモンは、なんか、もっとローモンは、なんかこれ疑問形になってる。疑問っていうか、なんか、問ってる。問いてる。問いがある、これ。問いがある。問いてる。私、ヨカローモンって、その、いいよって言ってるようなことだいいけど。ああ、ああなんだ。うん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 。もういい？うん、正解はこれでいいでしょ？ああなるほど。まあまあそんなもんですよ。そんなもん。あだからおからもんはてなつけた。そうよからもん。確かに。くれないとさ、ね、おからもん。これでいいでしょ？確かにならないよね。これで。だったらこれいらないよね。いらない。みたいな。あ、以上ですね。はい。はい。なんか本当江戸とか東京弁に比べたらね、分かりやすい、分かりやすいかも、うん、なんか耳にしてる言葉が意外と多いから分かりやすかったのかもね。なんか私さ、今回みんなさ絶対博多弁言ってって MC の中で言われるかなと思って可愛い博多弁リサーチをしてきた、うん、おおお嬉しいですよね。嬉しい嬉しい。なんかせっかくだったらさ博多弁でやっぱ言えるっていうのはさ、うん、やっぱ博多公演ならではだから、うん、確かに間違いない。なんとか人、ちゃんが可愛いな。ちゃん。だから例えば、なんかアイス食べたかったっちゃんとか、買って欲しかったっちゃんとか、あ、カドミカドジョン。そう、そういう風に使ったり。可愛い。やっぱあとなんとかと、なんとか、うん、あ、なんとか行くと、なんとか行くと、けんとかですね。あ、けん。可愛い。可愛い。可愛い言葉はやっぱ、ゼップツアーでは。言っていこうよ。お、わかりました。なんか一言ぐらい。いいね。さ、どっかで博多弁絶対にみんな喋るねことあると思うから、うん、そう、それをやっぱ見れるのがこの
配信だからさ、うん、配信でぜひ皆さん見て。そうね、じゃないともう K2 あの名古屋戻ってきたら博多弁禁止令出すから名古屋弁しか言わないみんながあのオンラインとかあの、ね、あの例えばトーク会とかあるね、戻りに行ってとか言っても絶対言わないようにするよその代わり、その代わりあの配信見てくれたらやっぱたくさんの人が配信見てくれたらもしかしたら博多弁かに言っちゃうかもしれない、うんうんうん、言っちゃうかもしれない。絶対可愛いじゃん博多弁、可愛いよね。女の子、特に女の子が言ってるとなんか検討するかなと思う。でもメンズも言うんだろうけどね。確かに言わないもん。メンズも言うけど、なんかね、あれなんだよね、若い人とおじさんとで全然違うの言うこと、うん、でもさ、方言って大体そうじゃないですか。だってもっと おじいちゃんとかが使ってる方言さ、名古屋もなんかすごくない？結構そう、やっぱ昔の人はもっとゴッゴリゴリな、みんなゴリゴリかも。蹴ったとか言ったことないもん、ね、チャレだよね。そう、チャレだよね。そうなるよ。いや、ちょっと方言は楽しみにしといてほしいなこれね。なんかいろいろね、考えてみんなでね、楽しみ。そうね、うん、言えたらいいね。うんうんうん。全然東京の公演は全然普通に喋ってたんだよね。そうね逆に名古屋弁の方が新鮮だったんじゃない？ああ、かもね、そうかもね。あったかもしれない。でもやっと、やっとではないけど、そっちの方にK2 が行けるっていうことなので、うん、ね、そっちをね、もう本当に分かります。そう、本当になんか地元の方もきっと来てくれるだろうし、うん、私たちと一緒にあの福岡に行くっていうね方もいると思うので、みんなで福岡弁をね堪能できるような時間できたらいいなと思いますので、皆さんもなんか言ってほしい言葉とかあったら、お、あの言っちゃう、うん、参考にする、うん、こういうのあるんだとかって思えるから、ね、教えてくれたら、あ、それ言おうっていう気持ちになるからさ、うん、はい、もし何かあれば教えてください、はい、ということで以上、お父ちゃんもっと知っていこう方言クイズのコーナーでした。さあ、次はですね、次のゲームはみんなでゲームをやっていこうかなと思います。はい、どこまで高く詰めるかな、ラバーワンのタワーチャレンジ、イエーイ。これはですね、いいライブを作るためにはチームワークが必要ということで、一人一人の力を出し合ってみんなで高みを目指していこうというものなんですけど、じゃあこれはアイリーに説明してもらおうかなと思いますので、ルール説明お願いします。はい、それではルールをご説明します、うん、ここにラバーバンドがたくさんあります、はい、これを一つずつ積んでいって1分間にどれだけ高く積み上げることができるかを競うゲームです。必ず綺麗に積んでください。途中で崩れてしまっても時間内であれば何度でもチャレンジできます、途中で、あ、嘘です、メンバー1人ずつチャレンジをしていって3人の合計数が今日の点数になります、はい、本番までの配信期間中、どのチームが一番多く詰めたかを競っていきたいと思います、うん、10個を超えたあたりからグラグラしてくるので気をつけてくださいね。はい、では1人目、うん、行ってみよう。ルールの初めてだと思うので、2人1のどちらかから始めようかなと思うんですけど、お願いします。ゆきかやるわ。はい、うん、私は得意、あのね、得意だと思うよ。お、1回目なんか綺麗に詰めっていう、あい、なんていうのありますね、指令をあんま聞けなくて、うん、なんか1分間に詰めれ、なんか詰めればいいやと思ってやって20何個詰むのに、なんか綺麗じゃないから1にされたんですよ。え、あ、そうなんだ。あ、マジで詰めなくて1なのって。どうも大丈夫だって、もう2個詰めたもん。いや、そうだけど、そう。そう、なんかめちゃくちゃバーってやったら、なんか綺麗じゃないから1って言われて、なるほど、綺麗に詰めください。わかった。はい。でも2回目の時19個やったので、うん、お、ちょっと今日は20を超えられるように。これ何個あったら勝てるんだろう、チーム。わかんない。もうわかんない数。でも今日あれですよね。これ一応チーム戦だから、そうね。1話の合計数で、そういうことか。共演すればいい。だから、最初が肝心なんで、あれ、次にめっちゃ積んでくれれば勝てるかもしれない。どういう平均が何なのか分かんない。平均なんだろうね。でもだってこんなシリコンのものをそんな詰めない人いないでしょ。うん、うわ、やったことありますこれ。だからないってば。なんなん、ないってこれ意外と難しいですよ。全然難しいよな。じゃあ、すげえ緊張してて、マジで超やめた。じゃあちょっと、ゆうさん、パーフェクトだったんだ、ルカ。え？え？どういうこと？昨日のルカって今パーフェクトだった。
なんだって、じゃあ全員パーフェクトにしないと。これ全部詰まったこと。そう、すごい。すごい。いけんじゃない。いっぱいですよ。じゃあ行きますよ。オッケー、喋っとってね。喋っとってね。喋っとって、ゆずき集中しちゃうから。なんか、ゆずさんのラバーバンドパワーので、うん、用意、スタート。見ない方がいい。え、なんでも。あ、なるほどね。でも確かにこれ難しそうだね。難しいですよ。高くなってきたら難しそう。そうそうそう。しかも綺麗になんで、ここですよね。エゴさんは18個。でもやっぱそんぐらいみんな詰めるんだ。20超えたいんだよね。20はいけんじゃない？だってあのエゴちゃんで18個いけてるでしょ。エゴちゃんって結構大雑把で有名よ。確かに。同じ。あ、でももう今結構詰めますけど。そう、いけそう。え？これパーフェクトいけんじゃない？今何分よ、だって今ね、17秒です。え、まだ17秒。うん、あと12秒。10、そういうことない。9、8、7、5秒前。終了です。おはようございます。終わりました、日高さん。終わりました。終わりました。終わりましたね。
じゃあ、ルンさんね。で、そんなところで、要領分かりましたよね。分かった。感じでっていうの。うん、じゃあ、ルンさんの初めてのラバーバンドタワーチャレンジ、いますよ。はい。よーい、スタート。なんか奥くんだよ。ね、もっと。やばい。来て、みんな、はい、来ております。
ちもこっちはミュージックビデオかな、ミュージックビデオバージョンの僕自身渋滞中の衣装を着ています。ツアーの生写真セットもね、販売しておりますし、8月からは新しいツアーの生写真を販売するということなので、あ、こちらかこれだね、ぜひ皆さんゲットしていただきたいなと思います。ちょっとランダムなのでね、ちょっと偏りの方があると思います。本当にその時さ、あ、皆さん申し訳ないなと思います。どんなギリズキが出てもみんな仲良く譲り合って、なんか出がちなんです、出がちだし、出がちなの、うん、なんか生産量多めとか、そう、生産量多めなので、ツアーになるとね、そうですね、ランダムっていうのは本当に怖いものなので、本当に無限回収の方いたんですけど、そうね、あの日だけ時無限回収してますので、無限回収してますので、はい、ツイートで引っかかるかなと思いますので、ツイートして皆さんそれ集って仲良くワイワイやっていってほしいなと思います。さあ、あの各会場ですね、とてらしの生写真もね販売しております。昼夜の各公演が終了後、会場での販売とオンライン販売あります。現在は絶望坂ベイサイド公演のとてらしがオンラインにて販売中となっております。これは7月31日の土曜日までとなっておりますので、合わせてチェックしてください。その他グッズ販売の詳細につきましては公式サイトのお知らせにアップされていますので、ぜひチェックしてください。そしてツアーの開催を記念して SK ファミリー会員限定グッズの販売が始まっています。開放3号に掲載されたドレス写真のミッション写真を使用した、これをね、この別バージョン、このクリアカード、これが販売始まっています。これもランダムなので皆さん注意なんですけどもね、ぜひゲットしていただけたらいいなと思います。各地の ZEP 会場ではチーム SN チームの商品で、オンラインショップでは研究生を含む全チームの商品が販売しております。数量限定になりますので、かなり次第終了です。商品は ZEP ツアー各会場およびオフィシャルオンラインショップにて販売していますので、詳細はファンクラブサイトにてご確認ください。そして改めてチケット情報ですが、6月29日より生配信のチケットも販売しております。チケットが外れてしまったという方はぜひこちらの配信でお楽しみください。配信の方でも十分に楽しめるんじゃないかなと思いますので、おのおの楽しみ方で楽しんでいただけたらいいかと思います。チケットに関する詳しい情報は公式サイトをご確認ください。あと6分ぐらいあるので、じゃあちょっとコメント読んでいきますかね。そうだね、うん、どうなんですかね、皆さん来てくれるんですかね。福岡は配信組ですか、現地組ですか、どちらですかね、どっちかしかないです、うん、皆さんのどうした、何どうしたあーじゃないかな、なんちゃらみんなの選択権はもう本当そう、現地か配信か、うん、ね、選択肢じゃないかなと思います。逆ですよね、そう、いやでも今もう6000人見てるから、とりあえずもう配信見てる人は、チケットない人はまだ間に合うから、配信を見ればいいんだよ、配信を見ればいい、見ればいいんだよって言ってる、見ればいいんだよ、そうね、だ結構こう羽田の方をね、皆さん楽しかったって嬉しいことに言ってくださってね、 その余韻にね浸りつつも、その流れでこう決意としては最後のね場所なので、ちょっとバチッと盛り上げていこうかなと思います。やばいことになるでしょうね。あ、やばいことになると思います。絶対やばいことになるでしょう。だって1日目の初日のその羽田がそんなに弾けちゃったなら、うん、博多チーム系がラストですってなったらもう、大丈夫ですけどね。確かに最後になったらちょっとやばいかもしれない、まあ、でもできないかもしれない。だってもうこのセットリストは、うん、ここでもう福岡のあと2公演でしか やらないかもしれないし、もう今後やらない曲があるかもしれないし、だし、うん、ね、今回博多バージョンで何かやるかもしれないし、あ、かもしれないよ、わかんないけど、わかんないからね、結構楽しみな部分が、うん、おいしいわ、ありますよ、結構楽しみな部分がありますよ、今日初めて聞いたんですけど、あ、本当ですか、はい、そんなことやるんだっていうと、やっちゃうかも、私は小耳に挟んでるんですよね。そうですよね。うん、あそこ。私は関係されるちょっと不安ですね。私それちょっと話したかったですけど、そういう系ちょっと。いや、私はあの逃げていこうかなと。バッチリやってるよ。なんかバッチリそこのポジションにいましたね。ポジションとかは立ってなんかやられてる。じゃあそこはね、やっぱね、でも緩いけど、やっぱやるとこが K2 なんで。確かに。で結局本番やったらみんな楽しいから。いや、マジで楽しませるよ。それが言えるのがかっこいいよね。楽しませるよ、yeah. 本当に K2、yeah. 楽
リハの雰囲気ね。まだルーさんとリハしてないからね。そうなんだよね。チナ当日までしないから。チナ当日まで1時間ぐらいしかしないから。本当に。まあ昼夜ね、ルーさんはもう夏ですしね、はい、室内とはいえですから。ですけど、体調管理の方は気をつけていただいて、ね、楽しくなりすぎちゃって、うん、明日の仕事がなんて言われても責任取りませんので。うん、そうですよ。絶対取れませんので責任は。まあそんなことが言えるのもさ、いいじゃない。最近なかったし。確かに、ね。明日の仕事筋肉痛だっていうくらいさ。確かに。いいね。え、どれも一緒。なんか踊るの？いや、サイリウム振ってよ。あ、サイリウム振って。もう指が上がっちゃって。上がっちゃって。素敵な幸せなことよ。ハンメイリーすぎるって言うやつやね。妙理。妙理。ルンルン頑張るぞって来てるよ。みんなはあれよ、うん、とりあえず配信のチケットを取って、うん、タオルを買えば、ライブに行けちゃうんよ。あ、じゃあ行けないか。この T シャツってもらえないんですか？私欲しい、かわいい。あ、でも普通にもらえる気がする。きっとお揃いしようよ、うん、ね、みんなでお揃いしよう。水尾先生の作品も本当、あ、そう、そんな頻繁にはしないよ。やっぱ水尾先生の価値高いから。そうよ。バンバン出てくるから。やっぱこういう大切な時に。そうじゃないと水尾先生執筆しないっていうから。そうよ、本当に。すみませんよ、やっと書いてくださったんですよ。水尾となんかピカソみたいなの融合作品なんだから。こんなコラボないよ、本当に。エゴソも書けばよかった。エゴソも書けばよかった。そのエゴソってなんかね。でもこれは K2 しか勝たんってことなんで、やっぱ K2 が大好きな人はとりあえずもうね、着なきゃ K2 推しじゃないと思うので、お買ってください。先生おっしゃってます。無理でストレートに言うよね、本当。ドストレートだし、もう羽田でね、分かったでしょ、これ振るの。これないと楽しめないとかあるかもしれないから。え、だから本当面白いことに、正直昼公演、うん、少なかったです、うん、持ってる人は。あー、やっぱりね。でも、まあその、あ、ここで使うんだ、こういうことするんだ、で、まあ、ショッピング始まりました、うん、夜公演、うん、増えました、うん、増えました。つまりそういうことなんですよ。そうなんです。今までのタオルも確かにいいんだけど、やっぱここでみんなで一緒のタオル振るっていうのが醍醐味じゃない？大事。やっぱみんなそれぞれさ、個人名のさ、タオルとかいっぱいあるんだよ、今まで。大事だよ。それを持ってくるのはもちろんですよ。それを首にかけといてもろって。そうだね。それはそれ、これはこれ、別よ。うんうんうん。まあ本当タオルはいくら何ばってもいいです。そうですよ。これ大丈夫よ、吸水性すごいから。ちょっと確かに。そう、いつものツルツルのなんかよかったやつじゃないよ。あったあったね。皆さんこれ税込み2400円。はい、安くない？普通に超安い。税込み2400円ですから。夏はね、必需品だと思いますよ。夏朝から来ますから。測ったらめっちゃ暑い。え、マジか、めっちゃ暑かった。あ、てかみんなこれ持ってる人洗濯してきてほしいな。回すんだけど、新品だと繊維がめちゃめちゃ飛ぶんですよ。あ、そうなんだ。持ってる人でまだ開封してない人いたら、洗濯して持ってきてほしい。じゃあもし買った人は、現地で買った人はさ、外でさ、うん、あー、繊維一回取ってからさ、うんうんうん、そうね、ぜひそうしていただきたいかなって思うけどね。もし外で買ってる方がいたら、うん、で、もしなんかそのあんまりこの、ね、配信見てない人がいたら、うんうんうん、誰か言ってあげてください。繊維がすごいんで、この後振るんで、カンカンってした方がいいですよ。うんうん、そこはファン同士の交流で、そうね、はい、教えてあげて、ぜひ。本当はみんなむせることなくて。ちょっと、うんうんうん、それっぽい、それぐらい、やっぱ出るっぽい。さすが物販情報。大好きってコメントもありがとうございます。かわいい。岡本彩香ちゃん、古畑奈央さんの3人が出演します。時間は今日と同じく20時半から。
ショールームアプリをスマートフォンにインストールして SK4 特別配信ルームをフォローしておくと配信開始と同時にお知らせが届くので配信を見逃すことはありません。ルームのフォローはパソコン、スマホともに画面の右上のハートマークを押すとフォローすることができます。まだしてないという方はぜひお願いします。